はい、どうも皆さん、おはようございます。スラーです。めっちゃ寒い。山の上、結構標高が高いところにいるんですけど、どこにいるかと言いますと、空港に来ているということで、約4年ぶりの飛行機ということで、仕事で九州の方に行きます。めっちゃ久々の九州で、ちょっとテンション上がってるんですけど、僕はまあ地元が九州で福岡県なんですけど、もうね3年以上帰省してないんですよ。で、まあ、今回帰省ってわけじゃないんですけど、一瞬でもね九州の地にちょっとまあ帰ることができるということで、かなりワクワクしてます、ね、空港もね本当に利用するの久々なんですけど、めっちゃ楽しみ。せっかくなんで Vlog の方もね撮っていきたいなと思います。なので、まあ、いろんなところの動画をね撮っていくんで、まあ、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。荷物こんな感じ。旅行用のキャリーケース持ってないんで、野球の遠征で使うやつ持ってきてます。ちょっと恥ずかしい。鬼滅がいっぱいおるな。4年前ぐらいにここの空港を使った時よりかは、なんかいろいろ改築とか綺麗にはなってるんですけど、結局は地方の空港なんでまあちっちゃいですね。けどまあこの旅の前のこのワクワク感はテンション上がりますね。やった！はい、今から空港出て車をレンタルして、車借りて長崎に行くんですけど、雨降ってるやん。めっちゃ雨降ってるやん。天気悪いんかい。はい、今車で、空港から長崎向かってる途中なんですけど、途中ちょっと僕のめちゃめちゃ地元、もう鬼の地元にあるクソ美味しいラーメンがあって、ちょっとそこを寄り道しました。いやー、これはね、僕福岡に帰省するのは3年ぶりなんですけどね、福岡での昼飯食うとか考えてなかったので、まさかこの店に来れるとはね。福岡で一番好きなラーメン屋さん、冗談だけど、僕の実家から20分ぐらいなんですけど、これはねもうマジでテンション上がって、もう今日の午後の仕事なんかも頭に入らない、そんなレベルです。早くせんと伸びるんやけど、ね、これがもう最高なんや、ね、これはマジでもうソウルフード、ソウルフード。いやいや、うますぎっすね。うまくないっすか。マジで美味しいよ。美味しいけどオーバーなんですよ。もう一瞬すぎる弾丸福岡帰省終了しました。もう僕の地元にも行ったんですけどね、車で通ったんですけど、
もう通っただけでめちゃめちゃテンションが上がりましたね。懐かしい風景とかもあって、もうさっきガガでラーメン食って、あの今日の目的地である長崎の方に今車で向かってます。今コバインターかな、ちょっとまあ休憩ですね。はい、またこれから運転して長崎、あと1時間ぐらい運転して長崎に入りたい、まあ長崎に入ったのか、ホテルに行きたいと思います。はい、はい、早めにねホテルに着いてチェックインをして、でちょっと今日は仮眠を取りました。少し寝不足だったんで、で仮眠取って、でこのホテル大浴場がついてるので、サウナ付きの大浴場があって、で今さサウナ入って、で風呂入ってさっぱりしてきました。でこれからねメインのイベントがあるので、それに向けてね今から準備をしていきたいと思います。はい、あ、いいっす、これ動画なんで、動画でしょ、動画です、あ、いや、いいっす、いいっす、もう見えてるんで、僕も全部見えてるんで、ここの画面が僕には、顔隠れてる、はい、顔隠れてる、いや、ここっす、あ、そうそうです、なんで、どれで見えてる、いや、見える、もう感覚っす、感覚、はい、つかんない、感覚っすね、ほんの、はい、今、会場のヒルトン長崎の方に着きましたということで、今から打ち合わせとイベントの準備をして、夜からの、受付開始に向けて、経営できます。1人8分ですか、8分で48枚書き終わりますよ。48枚、あ、チェキは、あ、チェキは、サリサリサリ、あ、撮影会の話じゃなくて、いい方こちら今会場ですね、会場のチェック終わって、スタッフさんとの打ち合わせも終わって、もうあとは始まるのを待つだけ。またトークショーの様子は、アビリスの YouTube チャンネルで流す予定なので、そちらもねぜひチェックしていただければと思います。これから、坂東選手の到着を待つっていう段階になります。こういったイベントを初めてやるんで、結構どんな感じになるか緊張するんですけど、しっかり成功させていきたいなと思います。あの気持ち込めてお願いします。気持ち込めます、はい、なんでこれにしたの？なんでこれがちょうどしっくり感です。あ、僕は2種類あるんですよ。いいな、これさ、紹介してさ、今度からバンドの系のさ、差し入れのタンクの差し入れ全部こればっかりになるんじゃない可能性ある。まあ、そうですね、ちょっと大きめのヒレ肉が好きっていう、食べてくださいということです。もうやっぱりこう、最高じゃないですか。楽しかったですね。楽しかった？僕は楽しかった。あ、すいません、ちょっとビデオ撮っちゃった。野球するより緊張するっすよね、喋ると。地元はどちら？私は静岡です。静岡？鯛めし？漬け丼ですか？いや、今日は食トレで行ってるところの1階ですって。今日は気持ちよく食べれてます。おいしい。ちょっとリスペクトしなきゃいけないんで、もっとわがまま違いなんで、うわ、山芋と山芋、玉ねぎ、うまっ、はっ、うまっ。
はあ、おはようございます。めっちゃ眠い。一つ大きな、プロジェクトが落ち着いたんで、ゴー気持ちも楽になりました。今日は、その坂東くんが行ってる自主トレの方に、挨拶をして、今ソフトバンクの和田選手の自主トレに弟子入りみたいな感じでやってるみたいなので、そこに挨拶をして、ちょっと渡すもの渡して、今日は福岡行って静岡に帰るっていうような流れになります。和田さんの自主トレ、早稲田の後輩とかも結構何人かいるみたいで、その選手たちにも久々に会えたらいいなと思ってます。あー、もうちょっと寝たい。はい、というわけで今から、チェックアウトの準備ですね、していきます。おはようございます。おはようエレベーターでまさかの遭遇するっていう。今から10種類行くんで、またじゃあ後であっちで会いましょう。おはようございます。じゃあ